こんばんは。お久しぶりなんゆうなんですわね。なんか目変えた。あ、そうなんですよ。今日はね、自分でメイクをしてないので、すごっ、すごいメイクが変わったって。今日はすごい濃い感じのメイクにしていただきました。リップがね、赤いリップだったんだけど取れちゃった。だから自分の赤いリップを塗っていきたいと思います。リリミュー決まってる？こんばんは、お久しぶり。昨日ぶり？昨日ぶりか？ちくかわいいです。見えてないでしょ。さっきね、さっきちょっとね、ちょっとね、感情がすごいね、上がったり下がったりしてますね。上がった。そう、だからさっきメンタルケアしてもらってた。昨日配信してないよ。今日1週間ぶりぐらいですね。ヘアレンジからありがとう。ヘアレンジもちょっとこれ、 お風呂入ってますよ。お風呂入ってるけど、あのちょっとあのワックスで濡れてる感じになってます。今日のメイクは、え、やっぱわかる？みんなわかるのか。みんな入った。今日アイメイク強めでしょ。自分では絶対しないメイク、もうね、そうそう、またいい報告があるので待っててね。いい報告があるんですよ、皆さんに。ちょっとみんなあれ、大人になってる。写真集じゃないかな。そう、最近ね、最近のマイブーム、言葉入ってるっていう言葉が流行ってる。ヘアレンジをね、たくさんした。あおあおさん、ありがとう。花火、なんかリップがピンクで合ってない気がするんだが、久しぶりすぎて泣いてました。絶対泣いてないでしょ。絶対泣いてないでしょ。リップ塗る。めっちゃなんか今日めちゃくちゃ濃い人みたいになってるからさ、ティッシュオフ、ティッシュオフです。イエイ。あ、パフェにしてる。すいません。落ち着いて、いいの、落ち着いて、いけてる、ありがとう。ユニバースさん、ありがとう。花火、タコさん、花火、トトロ？トトロがあるの？今日金曜ロードショー、トトロとか？見た目ないちゃん違う、顔大ちゃんのような。トトロやってんだ。トトロもうね、多分5回ぐらい見たかな。濃いよね、こんな感じ。ツッチーさん、金魚さん、ありがとう。もう泣きすぎて枕が濡れてますかな。めっちゃリアルなんだけど、ん、枕濡れるよね、泣いたら。バーバブさん、ジェイちゃん、ありがとう。橋さん、カメリアケイさん、たまや、ありがとう。
花火見たいな。花火でもみんながショールームで見させてくれてるから花火気分になるよ。有難配信がなくても夜もぐっすり眠ってんじゃねえよぐっすり寝ないで、寝てぐっすり寝て。つっちさんありがとう、カメリアケイさんありがとう、アスカさんありがとう。かわいい、これ嬉しい、嬉しい。クマすごユニコーンに乗ってる。日野ひかりさんありがとう。早く昇格してください。いや、似合う服装して全く全部昇格したいな。いつだろうか、いつだと思いますか。そう、いろいろお知らせはありそうな。いいよな、明日告知しようかな。じゃあラーメン歩いてきたの。でもそういう感じの撮影でした。今日のお仕事なんか分かった気がする。じゃあそれだじゃあそれだ。明日25日のライブの座席が出るの大事だよね。リフレインさんありがとう。そのなみさん結婚してありがとう。無理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 今日は夕方ぐらいにめちゃくちゃ嬉しいことがあって、結構マジで今年入って、まあ、10に収まるぐらいの中の嬉しいことがあって、でうわ嬉しい嬉しいよってなったんだけど、なっててなっててなんか ドッキリみたいななってて、でそれで今日の1時間前ぐらいに1時間前ぐらいにもう本当に悲しい出来事があって、それはあの自分の中での悲しいことだったので、特にあの心配する、みんながあの心配するようなことではないんですけど、その感情あの何嬉しいことと悲しいことが あった一日だった。嬉しいことはまたみんなで X でお知らせするね。明日ぐらいにお知らせしようかな。キノコの子パパありがとう。3タコ、日曜日頑張ってね、ありがとう。もうそういう言葉嬉しい。わ、今日めっちゃ可愛いやんか。みんないっぱい褒めてほしい今日はもういっぱい褒めてほしい。美人やな、お化粧。今日はベースからもう私は何もやってないです。私はもう何もやってない、されるがままで やっていただきました。25日の昇格発表期待した。ほんまだったら嬉しすぎるけどな。絶対そうか。でも25日は楽しみにしててくださいね。ドッキリじゃないよ、ドッキリじゃないけど、ドッキリかと思うぐらい嬉しかった。ゆなちゃんなんかすごい綺麗なお姉さんメイクなの。神、嬉しい。コメントは読むそう、今日ねおかりさんとさやかりんさんと同じでしたけど、そう浮き沈みが激しい日だった。そんな自分感情が浮き沈みすること特にあんまりないんだけど、今日はそういう自分なんだろう。でももう元気、みんなショールームみ
来てくれたから元気になった。さっきはねひーちゃんがそう電話で慰めてくれた。ゆうなんできるゆうなんならできる、ゆうなんなら大丈夫って言ってくれて元気になった。もうできないかもしれないとか言って、もうできない、もう頑張れないとか言ってもともとあったやつで、1部2部楽しみ、私も楽しみ。めっちゃ体調に気をつけてみんな水分とってね。ほら見てください、ここ私ここな、ここ分かれてなかったのに分かれ出すんですよこの前髪は。アドルさん可愛い、ありがとう。優しい、可愛い、ありがとう。全肯定ボットの、そう、いちごが全肯定ボットしてくれるから。そう、四国褒められたら伸びるタイプですね。私は絶対にそっちのタイプだと思う。もうあの怒られて頑張ろうじゃなくて、怒られても頑張るんだけど、怒られてが頑張るではなくて、褒められたらあ頑張って頑張ろうってなりますね。褒められて伸びるタイプです。そう、髪もしていただきましたね。そう、リップも嬉しい。アミタさんありがとう。金魚、大人っぽいメイク似合う。嬉しい。そう、初めてだった。よく本当は私こんな前髪じゃなくて、普通に前髪なかったんですよ今日は。まあね、前髪が、いやでももうこれ崩したくないから触らないでおこう。前髪はね3束ぐらいでした。前髪は昇格していろいろ、そう、でも研究生ブランドっていうものがありますからね。穂積さん可愛い、ありがとう。平津さんありがとう。国さん可愛い、ありがとう。そう、サーフィンしてた感情が今日は。25日なんか特報あるかな、モニターあるっけ、ブルーライブって。嬉しさが溢れとる気がする。さっきまではねもう何もできないからみたいな感じだった。10月27のオンライン会員やん。あ、27は完売してるかも。27は完売してるかも。27できる、大丈夫、優しい。少し痩せた気はちゃんと食べて、優しい。今ちょっと頑張ってる全部。27やればできる、できる、医者できる子みんなに褒めてもらってる。15時と6時に大切な発表があります。それは特報ってこと。あ、いいな、大丈夫って思って、優しい。矢島さんありがとう。キリンジさん、たけしさん、花火のやつありがとう。そう、前髪がね癖で分かれちゃうんよ。ここ自分は怒られて伸びるオタクでは知らんわ怒られて伸びるオタク、やばい。怒られて伸びるタイプじゃないんかい。怒られて伸びるオタクだった。ん、誕生日メール、誕生日、今日誕生日ってこと。そうだよ、先週岡山、あ、裏じゃ花火が上がったやつかな。友達も言ってたんだ、めっちゃ羨ましい。今日の服は何色でしょう。須田吉さんありがとう。君よ、25日まではそのままの前髪でお願いしますこれ私はこれだよ、ずっと。待って、怒られて伸びるタイプってどういうことなの、ちょっと教えてほしい。こんばんは、改善言うなよちょっと読まないありがとう、コメントしてくれてね。
ちょっと待って、同じようなコメントがある、同じようなコメントがあるぞ。ありがとうございます。お話し会今受付中かな。あ、テロップいつも忘れるんだよね。じゃあお話し会にしようかな。今日はお話し会待ってます。ゆなちゃん大好き、嬉しい。ゆなちょっと痩せた。あ、嬉しい。少しだけど今日はアイスをたくさん食べてしまって、あ、でもいいんですよ、こういう日があってもこういう日があってもいいんです。きのこのかぱぱさん、ありがとう。そのプレッシャーのかかる仕事、ゆな、あ、え、違う、あ、なんだ終わりましたよ、今日のお仕事。ロケツさん、ありがとう。ああ、嬉しい。成長を見守っててね。それな、怒られるの好きな人いるよね。あの、推しからね。ペンさん、ありがとう。スーパールスさん、ありがとう。お、ゆうな殿、ゆうな殿呼びいいな。なんじゃ、みたいな感じに。あ、また元気になってよかった。体調に気をつけてね、みんな最近暑いから。よかったよかった、また応援してくれるの嬉しい。スーパールさん、ありがとう。こんばんは。お、誕生日だ。31さん、お誕生日おめでとうございます。今日で27歳になった。ハッピーバースデー31さん、素敵な1年にしてね。よかった、当日祝いましたよ。誕生日メールが届いた、そういうことか。山勝、ありがとう。あ、そういうこと。うらちゃんだからパセリさんとそらはさん岡山に行ってたの。そうなの、そういうことか。怒られて悔しいから伸びる。すごい。私はもう怒られたらもう頑張れるけど、はーってなっちゃう。ちょっと一回はーってなっちゃう、怒られたら。今日のリップの色系です。嬉しい、そういう部分褒めてくれるの嬉しいな。あれ今日の1時まででお話し会なわけ。もしかしてお話し会はもう終わっちゃってる感じ。これ全然受付中じゃなかったりする。これもしかしてお話し会テロップ大嘘ついてるかもしれん。ちょっと待ってね。イエーイ。ゆなん告知できるよ。告知できるけど、ちょっと今じゃなかった明日しようか。話したい。ゆなんと話したいなら待って、話しか受付終わっとるかもしれん。ちょっとほんまにどうしよう。いや、話が受付中だよって言おうとしたけど、終わってるかも。もうあ、同じ誕生日の方がいる。待って、今日誕生日？誕生日？ご褒美アイスだった今日は。なんかっこ大声やばい。かっこ小声じゃなくてね。山口でおすすめの食べ物教えてください。瓦そば美味しかった。去年のね、ツアー？研究生のツアーで山口行ったんだけど、みんなで、あの、めっちゃ美味しい瓦そば食べました。頼みまくってあの、みんな頼みまくってましたね。次の日ライブっていうのに頼みまくってた。めっちゃ楽しかった。山口メンバー誰だったっけ。 2.5 期生さん、くるくるさんと、リオッツンさんとか、サッチとかもいたかな。山口だから楽しかったです。嬉しい、ありがとう。嬉しいコメントは嬉しい。手記
初期なの初期なの初期初期初期。あ、今日ユナの配信良かった良かったです。1週間ぶりです皆さん。終わってるやん。テロップダメ、削除。悔やしい。ね、私も今週じゃない、今日は気持ちがサーフィンしてた。お話し会受付終了のテロップは世界一ドットどっちでもいいだろう。受付中テロップは分かるけどさ、お話し会受付終了テロップはほんまに誰も知らなくていい。あ、やっぱみんなトトロ見てるね。リコチさん、河原そばライブで作ったよね。カムカムさん、ありがとう、欲しい。そうだよ、みんな決済忘れないでね。ビジオ、嬉しい。今日は自分でメイクをしていないのです。こんなにアイシャドウ濃いことないよ、ユーナンが。久しぶりにユーナン見れて幸せやな。私はみんなに会えて幸せやな。ちょっとね、25日のライブでちょっといっぱいいっぱいだったんよ。だけどもう明後日に控えてみんなとお話ししたい気分だった。ユナの前髪好き、嬉しい、助かりました。ヒロさん、ありがとう。金魚、あ、ユナ新グッズのおすすめはアクスタかな、アクスタとかかな。私は息をする心の衣装をね着させていただきました。あの衣装一番好き、白いやつ。いや、黒も好きや。フリフリフリルがついてる衣装もうほんまに好きやね。アクスタかな。でもアクスタとキーホルダーとかも可愛い。でもあれ全部可愛いよね。生写真も可愛いけどさ、あれランダムだからさ、私が出るか分かんないから。アクスタかな、アクスタとかあのキーホルダーめっちゃいいと思う。河原そばいいな。そうそうそう、プレートのまま出てくるやつ、アイメイカーって。そう、今日はやっていただきました全部。すごい、みんな結構気づいてくれる。アイメイクのこと、アイメイクっていうかもう全部違うんよ今日は。チークもちょっとオレンジっぽいんだけど、すごいちょっと強めの感じでした。キクシャン、ありがとう、ありがとう。クマ、ありがとう。クマユニコーン、ありがとう。キクシャンシャン。あ、トトロ、ちょっとじゃあ私もトトロかけようかな。でもトトロはもういっぱい見た。申し込みありがとうございました。やばい、お、少し先だけど大阪のサイン今日申し込みましたよ。いきます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。お話し会申し込んだよ報告めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ロピチさん、ありがとう。岩手行ったことありますか。岩手、なんか、え、なんかちょっとそれはもしかして岩ってなんか岩手のなんかなんか聞いたことあるぞ。岩手が、岩手知り合いかな。知り合いのオタク知り合いみたいな。ありがとう、みんな優しい。ペンさん、ありがとう。モデルさんみたい、今日はモデルさんをしてきました。ありがとう、優しい優しい、ありがとうございます。同じ話し会、ペンさん、ありがとう。ね、アクスターが好きだな。私もグッズの中で一番アクスターが好き。本当に今日そんなに。そう、凛子さんもね、息をする心、白い衣装で、その衣装好きなんですよね。やっぱメイクで変わるんだ女の子は、すごい。ひーくんさん、ありがとう。アイスね、息をする心、あれもう特別だよね。みんな特別だと思う。もうめったに着られない衣装だから。CD ジャケットがついたキーホルダー注文しました。そう、それが言いたかったの、キーホルダーのこと。
そう、なんか CD ジャケットがついたキーホルダーみたいなのがあるんだけど、あれ私いいと思う。私もあれ好き。ぜひ見てみてください。受注生産なのかなあれ、どっちなんだ。え、調べてみたくなってきた、調べたくなってきてしまったよ。私もグッズが気になってきた。じいちゃん結婚して、ありがとう。無理ですわな無理ですわな。25日、あ、そう、私のペンライトカラーは白と薄ピンクなので、25日もフリフリしてください。ぜひ白と薄ピンク、薄ピンクが分かりにくかったらピンクでもいいよ。ヒロさん結婚して、今日は無理なんだ、今日は結婚の気分じゃないんだ。待って待って待って、サンイチさん、アルフォートさん、どっちも今日は結婚する気分じゃないんだ。ありがとう。でもキーホルダーとアクサカン、あー嬉しい、ありがとう。私のおすすめキーホルダーとアクリルカードも買うよね。あれランダムじゃなかったっけ。ランダムのやつもあるよね。え、今回のお話し会、アルバムのお話し会ってオンライン9月23と11月30、リアルは12月8しか残ってない。そっか、10月27はもう完売、完売ありがとうございますですから、確かに。あと今回のアルバムで、でももう今受付中じゃないから今言ってもあれなんだけど、9月23と11月30とリアルが12月8しか、思ったより少ないかも、思ったよりみんなと会える機会は少ないかも。ゆないつ岡山に帰ってくるか。も私もね、ちょっとコテチュンに会いたくて帰省したいんですよ。だけど福フェスまではちょっと、福フェスぐらいまではちょっとね。アクスタ生写真いいよね。私も生写真大好きそう、アクスタのね使い方はみんなそれぞれ、人それぞれだからね。ST48 グッズで検索しよう。おしましで会いに来るんじゃないよ。でもおしましも嬉しいよ。たけしさん結婚して、ありがとう。無理、無理だよ。ゆなん、やっほー。2分ぐらい時差がある。ゆうなの顔見たら桃アイスあったの思い出して食べてるわ私も顔見てアイス食べたくなってるね。やばい、私も今日アイスめっちゃ食べためっちゃ美味しいアイスがあって、また買おうと思います。グッズ ST48 グッズ、これですよ。確かに岡山県出身だしね。ペンライトカラーももももみたいだし。あ、アスリートマガジンの応募したよ。ありがとう。サインボール当たりますように。初サインボールだよ。あの、あ、サインボールはしたことあるけど、あのサイン野球ボール、野球サインボール。あ、これ受注生産、受注じゃないやん、受注じゃないですよ。アクスタまだあります。個別アクリルスタンド、すごい。今これいい、これいいこれ確かにランダムじゃないんだ。でも私これが好きだな、個別のアクリルキーホルダーのやつ好きだな。この感じ、このさ、あ、映んないかも、白飛びしてるかも。このさ、シングルのあのこういうやつがついてて、ま、白すぎて顔しか見えてないやん。こういう衣装とかやってるやつ、これ好き、これいいなって思った。私もこれすごい欲しいです、個人的にね。でも全部いいな、全部いいですね。衣装が優勝してる
今は何も面白くないよ、衣装が優勝とか言って。マークさん結婚して、ありがとう、無理。いいな、ファンに愛されてるか気になるね。優しい、優しい、そうやって言ってくれるね、ファンの方が素敵なんです。待って、やばい、25日行くから結婚ね、やばい、強制的に結婚させられるの、やばい、結婚ハラスメントですこれ、結婚ハラ。お、サインボール当たりますように皆さん。しんちさん結婚して、もう結婚ハラスメントも NG ですよ、しません。そう、今日やっぱみんな言ってくれる。そう、メイク違うんよ今日。大阪通過して、ありがとう、木村イベント早よ、新鮮一番木村、これでしょ。いつでも仰げるように常備、木村の風をみんなにも送るわ。涼しい、うん、涼しい。谷は岡山帰ってきない、待って、優しすぎる。誰、友達だったっけ。たまには岡山帰ってきなよ、知り合い家族だったっけ。お、そう、四国公演も楽しみです。コテチュンまたショールームに出演する、実家に帰った時一緒にまたコテチュンとショールームするのか、私の夢。さあ、また時差がある。お、豚丼、ユナはどんなアクスタの使い方し、そう、そうだよ、人それぞれだからね。私、ちなみに私のアクリルスタンドの使い方は、そこのドレッサーに飾っている。え、大阪リアル追加しておきました。待って待って、やばい、嬉しい、ありがとう。あ、これはね、読み方を教えてもらったんよ、アキンドさんだって合ってるかな、ありがとう。読み方が難しい、商人じゃなくてアキンドって読むんだよみたいな、カスミンに聞いた覚えがある。え、レモンのハーゲンダッツ美味しかった。そう、それあれ、ちょっとあれはコンビニに売ってますよ、あれはね、普通にコンビニに売ってる、セブンイレブンに売ってた。あれはセブンイレブンがさ、結構ハーゲンダッツとか売ってるイメージあるんだけど、アイス食べ過ぎたらお腹壊してる、今日お腹壊しましたね、アイス食べ過ぎて。今日は冷たいもの、朝冷たいものしか食べてなくて、それで今日撮影の時にお腹痛くなりましたね。気をつけましょう。サインボール当てたい、絶対当ててほしい、もうみんな、もうみんなの元に当たってほしい、当たってほしい。ああいうのドキドキするよね、私も応募するの好き。あ、あわさんありがとう。そうそうそう、本格的なやつの、そうそう、ひろさんありがとう、しょうさんありがとう、それ買いました、嬉しいです。結構ジャラジャラしてクルージングのアクスタ、あ、限定のやつね、そうだそうだ。アクカーとは、そうそう、このね、スカートの広がり具合がめっちゃ好き、さっきのグッズ見せたやつ、白飛びしすぎて何も見えなかったやつ、なんかスカートのね、広がり具合がめっちゃ好きだった、それが言いたかった私は。なんかね、座ってるんだけど一番広がってるんじゃないか、これは。ちょっと待って、みんなに見せたい、みんなに見せたいんだ。こういうさ、普通はね、もう白飛び NG 界隈、ちょっと普通は見えるじゃん、普通はね、こういう感じじゃん、こういったやつだったり、こういった感じなんだけど、ちょっと、もう油断白すぎて何も見えないじゃん、もうほんまに、あ、そう、見て、スカートの広がり具合がもうやばいだろ、これは。そう、これ
これすごいよね。一番広がってんの多分これですかと。そうすごいよね。はい、よろしくお願いします。まだ在庫あります。これが言いたかった。あ、25日行くのでユナンコール隊ぜひ。ユナンのコールとペンライトとうちわと頼みましたわな。そのうち欲しいんだけど、これ私も奇跡的に1枚もらいました。事務所に行ったら石払い渡してくださいっていう付箋とともに。あ、これこれ 激レアですね。これ見せていいやつかを見せていいと思うんだけど、こういう感じで事務所に置いてあった。支払い渡してください、持って帰りますって言って、ね、持って帰りました。こういう感じでありました。木村マウント確かに。大阪行きたいな。縁日のうちはもらえなかった。え、絶対に買ってほしかった。いっぱいあるよ在庫みんなに配りたいんだけどね、持ってない人に。アクスタご飯に刺すのは私のファンの方ですね、一部のドレッサードレス。ちょっと待って、寒くなってきましたよ。豚丼とかあるんだ、知らなかったかもしれない。あらららららあらららら、ら、うん、なんだっつって。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ビャーン、発表されてた。なんとですね、じゃあ私も発表するから、ちょっと待ってくださいね。でもね、 X でね、発表みんなにねコメントしてほしいから、またポストするからみんなコメントしてね。なんとですね、なんとですね、あのアイドル5さん雑誌があるんですけど、表紙を飾らせていただくことになりました。そう、嬉しいお知らせ。普通に乗るとかじゃなくて表紙になります。嬉しい。なんとなんと雑誌の表紙です、初表紙そう、3人で表紙を飾らせていただきます。そう、私はそれを今日知って、あの嬉しいってなって、あ、でも X で発表しようと思ってたけど、ショールームで言ったらリアルタイムでみんながおめでとうって言ってくれるから嬉しい。知ってたそう、表紙、普通に私は今日アイドル5さんの普通の中に乗る撮影と思って行ったんですけど、告知動画を撮るときに、なんか告知動画のカンペみたいなので、なんと今回は3人で表紙を飾らせていただきますみたいな出てきて、え表紙なんみたいなさやかりんさんと私知らなくて、そう、表紙なのって思って、ぜひ発売、そうだから今日めっちゃびっくりして、えって思って、そう、また X でね告知しようと思います。ポストまた、ちょっと今日はもう、今日はちょっと明日にしようかな
だから明日また X でコメントしてくれると嬉しいです。そう、表紙です。はあのさやかりんさんとあかりんさんです。そう、嬉しかったです。表紙、そう、アイドルファイブ、アイドルファイル、いつもめっちゃ甘噛みしちゃう。アイドルファイルって調べてみてください。表紙ですよ。9月20日発売です。そうそう、内容をねゆっくりこういうのね、あの急いでポストできないんです。私、買いますか、ありがとうございます。そう、それを今日だったのでこんな感じのメイクになっております。アイドルファイブだと思った、ファイルですね。そう、もういつもと違う、ゆうな、もう笑ってない、笑ってないよ、ゆうな。今日は笑ってないです。笑ったけどなんかクールな表情でした。まだまだだと思う。だってそう、今日撮影してきたんですよ。アスリートマガジンはちょっとギリギリ攻めすぎてちょっと反省ゆうなんだったんですけど、そう、嬉しいお知らせでした。あかりさんも今日知ってすごく嬉しかった。そう、もうみんな知らなくて、そう、研究生でね、ありがたいです、本当に嬉しい。そう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 、あかりさんが3年前ぐらいに単独で表紙されてたやつです。すごい、手元にありますよ。水着ではないですね。嬉しかった。あ、うちはもらった配布ですね。お、キーホルダー買ってくれてありがとう。ちょっと今ね遡っている。今日のメイクと服のアクスタ欲しい。私服のアクスタ、でも私服のアクスタいいと思うんだよね、私も。あ、すごい、なんかコメントで会話してる。ちょっと戻るの、ちょっと、ひららさんありがとう。ねえ、私も絶対買う。いつもより目力ある。そう、今日はそうなんです。今日多分 10回以上コメントがあった。メイクが違うんです今日。そう、今日は全然違う感じです。そう、表紙ですっていう連絡は来てなくて、今日その本当に撮り終わっ、ソロ撮って、ソロのスチール撮ってて、でその後に3人でやるから、ゆうなは1回アンケートで待機ってなってたんです。待機ってなってて、で3人で撮るってなって、でもう全部終わって、だからもう本当に3人で撮ってる時も、あのこれが表紙になるとか知らなくて撮っててで、それで撮って終わって告知動画を撮る時に知った感じでした。だから最後の最後にもう今日終わったって時に表紙になるって知ったんです。楽しみです。でも本当に
クールな表情できない、できない今日。今、え、今イヤリングが落ちましたよね。さやかりんさんと話しました。さやかりんさんとは、さやかりんさんとマネージャーさんと話してました。今日、今日夜ご飯何食べるのってうん、今日は何食べますかねと言って、でさやかりんさんは何食べるんですかって、でもやっぱコンビニとかになっちゃいますよねとか言って、夜ご飯のお話をしてました。平和な会話え、そう、ゆゆの舞台、そう、それちょっと、ちょっとゆゆゆ気になりますね。ふぼもさんありがとう。そう、プチドッキリだった。うん、表紙みたいな感じでしたね。クールな表情はできるかな。そうやってて言われたら難しいね。にやついてしまう。のぎんさんありがとう。こんばんは。ユナの私服アクスタ絶対可愛いじゃん。え、ユナの私服アクスタ10種類ぐらいちょっとやりたい自分で。最近あんま買ってないけど、アイドルファイル、アイドルコン、え、ねえ、豪華だよね。え、キアラ、キアラのうちはこれ、私もね最近もらったんです。一番木村、三人はどういう組み合わせなのかって、どういう組み合わせなんですかどういう組み合わせなんですか、わかりませんわかりません。ゆゆ好きな作品だったら嬉しい。私も楽しみです、めっちゃ舞台。ゆゆゆ、あー、こんばんは。え、ポストしたいけど明日にします。私は明日にしますわね。めっちゃめっちゃ X に通知が来とるって思っ、私ポストしてないのにめっちゃ X に通知が来てるって思ったら、さやかりんさんがタグ付けしてくださってたそれだった。こちらですね、さやかりんさんがポストしてくださってます。また私もポストします。さて、お風呂入ってずっと見そう。あ、確かに今日は何時からやってるんだろう。もうそろそろ1時間とか。待って、お風呂入るの待ってください。10時まで、11時まで待って11時までみんな見てて、11時になったら終わるから、11時までみんな、あの、ね、寝るのも待ってみんな寝るのも待ってほしい。11時までは一緒に私と時間過ごしてほしい、うん、そうお風呂ちょっと待ってほしいやばすぎる。まだ退出禁止。ね、 BLT さんとかね、すごい聞きますよ。アイドルファイルさんもすごい私知ってる雑誌だったからすごい嬉しかったです。あかりんさん
さやかりんさん、ゆうなりん、りんじゃないかもゆうなりんじゃないかも、ゆうなん、あ、ゆうなん、うんかもしれない。じゃあそれはあかりんさん、さやかりんさん、ゆうなんかもしれないね。天式さんありがとう。こんばんは、久しぶりに僕隊、あ、失踪してたでしょ、私の、あ、私のファン、私から失踪してたでしょ、知ってるんだから。こんばんは。そう、11時まで待ってほしい、みんなみんなみんな、そうユーリン、ユーナリンってちょっと変じゃない？ユーナリン、みんなさ、ユーナ、ユーナ、私はね、もともとね、ニックネームをね、ユーナにしようと思ってたんですよ。この話多分2回目するの、2回目ぐらいなんだけど、最初はユーナにしようと思ったんですけども、もうみんなから、みんなからしたらもうユーナで定着してる。明日の仕事11時で寝ます。あ、11時で終わるから、私のショールームは今日。ポタク入るから質問とかあるんですか？え、ショールームとかお話し会とか、あの X のリプとかメールの返信とかで、あ、ユーナから失踪してるっていうのは分かりますね。そう、ちょっとお散歩に行ってね、帰ってこない方もいるね。どこまでお散歩行ってんだっていう感じですわね。うん、ガンちゃんヨッシーさん、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう、めっちゃ可愛い。みんなユーナにニックネームつけるならどうするの？くんさん結婚して、ありがとう、無理、ありがとう、無理。ユーナで定着してる？うん、そう、先輩にね、ユーナさんがいらっしゃるんです。サインチさんありがとう。欲しい。ニックネームユーナ以外考えられない。お、結構定着してるやん、定着してるやん。みんなね、ユーナとでもね間違えられるね。う、ユーキャンやばい。私は最近あの本当に好きだ虫にハマっていて、 NMB48 さんの、だから私は好きだ虫を歌って今日はちょっと終わろうと思っている。ちょっと2曲、あ、小豆島チャレンジもやるから。喧嘩して謝りたいだけど二人素直じゃないし、何かありますか他に？歌何かリクエストあったら言ってくださいね。好きだ虫聞いた？私はすごいねハマっているんですよ。そう、今日カラオケしてみんなぐっすり寝ようね。11時ぐらいに終わります。11時から壇上読んで終わります。スウェッティースメル汗臭いっていうコメントはちょっとなんか誤解を生みますわ。小豆島、みんなオリーブレモン好き？小豆島へ行こうとさ、スウェッティースメル、みんなどっちよく聞くの？どっちもよく聞くよね。オリーブレモンしてね。
して謝りたいだけど二人素直じゃないしこの状況が続けば100日後に本当にグッバイローステンそれを返したくて悩んでドヨドヨしてたエブリデイだんだん頭が動かなくなってきてふと繋がれた消防の姉妹行こう不意に思ったんだ思わくなんかないけど消防の姉妹行こう口出してしまった言ったことありゃしないのにいかがなぜか僕にもわからないピンときた消防士は本当は全然あっちょっと上手になりましたね最初の小豆島聞いたことある私の事件だったからどうしましたパンフレット取り寄せたよ青い海も美しいじゃないか丘の上のオリーブと君と僕とで記念写真撮りたいな口も聞かなかったウィークデイ何がきっかけなきゃ I watch it 瀬戸内の風に乗って聞こえてきた あ、来たね、好きです私もこの曲ありがとう皆さん盛り上げてくれて25日来られる方いらっしゃいますか最近私のハマっている曲を歌っていきたいと思いますされたってなんか違うと思ってしまう
虫のやばい人と人を結びつけちゃう虫これが好きだ虫心の片隅で濡れいたはずなのに君と今初めて好きだ虫でした。ずっと好きですねこの曲は。ありがとうございました。好きだ虫、みんなもいっぱい聴いてみてじゃあ最後に一曲歌って終わろうかな。何にしよう、何がいいかな、何がいいですかね。皆さんみんなに聞く、みんなに聞くから、みんなに聞く。マックさん、玉屋ありがとう。カメリアケイさんありがとう。ミラーボールたくさん。そう、あと1曲歌って終わろうかな。あっ、まだ11時来てないから。夢は逃げないね、入ってないんですよ。あ、夢は逃げない、おい、入ってなかったんよ。スウェッティスメル、汗臭いって言わないで。夢、スウェッティスメルは汗臭いって意味らしいけど スウェッティスメル、僕らのよりか私も好き。愛の重さ迷う。今ね、 STU の曲を見てるね。ニレを歌えるかな。ニレと木陰の下で、ちょっと怖いからやめようかな。私のお母さんがあれが好きだし、そして人は無力と思い知る。化粧好き、私も夢力入ってないんよ早送りカレンダー。迷うな。STU48。ちょっと2列と掲げの、ちょっとこれを歌っ、一番だけ歌おうかな。じゃあこれ歌えなかったらごめんなさい。歌え、でもいっぱい聞きました。これは一番だけ、していい席。
これ2番も歌える？夜風にざわざわと揺れる音が好きなのと、木漏れ日を見上げて耳を澄ませてた。あの時黙り込んだのは僕がどう答えるか、少し期待をして待ってたのかな。いや、どこで覚えたの？あの 2.5 期生さんとレッスンすることが多くてたくさん聞きますありがとうございました。よかった、嬉しい、ありがとう。こういう曲調も結構いけないね、あんまり歌わない気がする。これでもすごい素敵な曲です。嬉しい、すごくよかった、ありがとうございました。じゃあまた歌おうと思います。ありがとう、ミラーボールもありがとう、カメニアケイさん、マックさん、ありがとうございます。じゃあ壇上を読んで終わりたいと思います。またあのアイドルファイルさんの表紙のポストはまたやろうと思うので、みんなリプしてくれると嬉しいなって思います。そう、もう25日も近くて、明日は配信では会えないかもしれないですけど、また私と会うのは多分その25日ライブですかね。ありがとうございました。ペンライトも全部見てます、ありがとう。じゃあ今日はじゃあどうしようかな、普通に13位ひーくん、ありがとうございます。12位ジェイちゃんさん、ありがとうございます。11位ヒロさん、ありがとうございます。10位アオアオさん、ありがとうございます。9位ロキチさん、ありがとうございます。8位ハマヤゴーゴーさん、ありがとうございます。7位キクシャンシャン、ありがとうございますシャンシャン。6位ヤマカツ、ありがとうございます。5位サインチさん、ありがとうございます。4位マキマキさん、ありがとうございます。3位ガンちゃんヨッシーさん、ありがとうございます。そして2位マックアットおつままみんさん、ありがとうございます。そして1位はカメリアケイさんです、ありがとう、ありがとうございました。そう、スクショタイムください、わかった、こう難しいけど言った、ありがとう、聞いてくれて。ゆったり脱もまた歌うね、今日スクショタイムがって、じゃあスクショをしよう、スクショしようスクショしよう、これとどうしたらいいの？フェイス。クマ。困ったポーズしとこう。何も困ってないけど。
イエーイでした。これはあの髪の毛がベタってなっているのではなくて、あのこういうあのこういうワックスですからね。わかりますか。こんなにちょっとポーズの指示をください。ハート、じゃあ怒ったポーズもしとこう。困ったありがとう、バイバイ、終わり終わり。怒った顔おやすみ、バイバイ、ありがとうございました、楽しかったです、バイバーイ。